川口湖、ステラシアターは、山梨県南鶴郡富士川口湖町に位置する、富士川口湖町立の野外音楽堂。1995年5月20日に開場。古代ローマ劇場をイメージしたデザインで、収容人数約3000席の野外大ホールと、リハーサル室を兼ねた200室の屋内小ホールから、構成され、毎年富士山川口湖音楽祭をはじめとした。 コンサートやクラシック音楽の演奏会、映画上映会等多目的に対応できる。2007年には、左右42メートル奥行き32メートル、稼働ストローク29メートルの鉄骨作り、開閉式屋根が設置されている。2013年には、第28回国民文化祭、山梨2013夏のステージオープニングイベントが、取り行われ、皇太子が出席された。 2020年には維持費調達を目的として、藤川口湖町のふるさと納税の返礼品に、本施設の関連サービスが加えられ、返礼品として、シアター会員制度、フレンドリークラブ年間会員券、小型ステンレス製、または大型新中製の納税者名プレート掲示、ベーゼンドルファー製ピアの使用券付き円形ホール、貸し切り利用券が用意された。2020年現在、 本劇場で最も多く公演を行ったアーティストは、千原美里であり、第2位がミーシャ。ミーシャについては、劇場の壁に直筆サインが書かれている。千原美里については、2018年に、北川営駐車場の一角に、川口湖、公演10周年にちなみ記念樹として、花水木を植樹。植樹式には、地元の店舗やスポンサー企業が多く駆けつけた。 また2020年には8月1日に本会場初となる無観客配信公演を開催、劇場維持費調達のふるさと納税に際しては千原、自身と関係スタッフ3名が大型新中製の納税者ネームプレート付きの納税を行いかや原の名盤は丸文字の特別仕様で設置された。富士口湖町文化施設条例、野外音楽堂に、 稼働屋根設置加工コステラシアター河野池組、千原美里さんを取材したら、途中から悩み相談に、なんだか飲みたくなってきちゃいましたから、バズフィードニュース、ハット SC20181 日目、LINE ブログ千原美里オフィシャルブログ朝日スーパードライ、CM、スペシャルライブ編撮影にご参加いただく皆様へ、福山マッサハルオフィシャルサイト、ありがとうございます。